オークランド、オークランドはアメリカ合衆国カリフォルニア州アラメダ郡にあるサンフランシスコ湾に面した港湾都市アラメダ郡庁所在地。かつて日本から移民が渡った地であり、日本語でオーフとも称した。オークランドはサンフランシスコの対岸の8マイル、約13キロメートル東に位置し、人口ではアメリカで44番目、カリフォルニア州で8番目に、 大きな都市である。また、オークランドは、米国西海岸において、主要な港湾都市であり、当の大企業が本社を置く、サンフランシスコベエリアのイーストベイと呼ばれる地域の中核都市である。また、ではオークランドは、ロングビーチと並び、アメリカで最も人種的に多様な都市である。大陸横断鉄道開通から栄えたが、 1906年のサンフランシスコ大地震後に被災者が流入し、大幅に人口を増やした。1960年代以降、犯罪率が上昇し、2000年代でも全米屈指の犯罪都市となっている。しかし、米エリア一帯での地価の急激な上昇により、犯罪率はわずかながら減少している。2012年に発表された FBI の統計では、1000人。 辺りの暴力的な犯罪の率は16.8%で、全米4位、殺人件数は104、強盗と車両盗難事件は全米1多かった。1991年10月21日、数日前に発生した小規模な山火事が、強風と乾燥のために、オークランドの島市まで燃え広がり、街は火の海と化した。この火災による死者は24人。 消失家屋はおよそ3000棟で、1901年にシカゴで発生した大火、1906年にサンフランシスコで発生したサンフランシスコ地震に匹敵する。これら一連の災害は、オークランドヒル火災と呼ばれている。ニュージーランド最大の都市であるオークランドと東市とは、英語においては、綴りも発音も異なる。参照ため簡単に区別できるが、 日本語では同じになってしまう。そのため、日本では漁師を区別するため、東市を US オークランド、ニュージーランドのそれを NZ オークランドと表記する場合がある。ちなみに、漁師とも日本の福岡市の姉妹都市であるという共通点もある。サンフランシスコの対岸8マイルに位置し、北はバークルへと接している。市の中心部には湖、レイクメリットがあり。 湖の西側には高層ビルなどのオフィス街やチャイナタウンなどが広がっている。出展、アメリカ合衆国統計局、オークランドのチャイナタウンは、同州でも特に有名であり、対岸のサンフランシスコのチャイナタウンと区別するため、オークランドチャイナタウンと呼ばれることが多い。かつてチャイナタウンの中に日本人以外も存在した。現在でも、オーフ仏教会など、当時の名残がある。 2000年現在の国勢調査、参照、イーストベイ、または、ベイリアの中心的立地から、サンフランシスコとバークレーと共にリベラルなフードである。音楽では、リズムブルース、ファンク、パンクロックや、ヒップホップの文化が馴染んでいて、オークランドから生まれた著名なバンドでは、タワー・オブ・パワー、グリーン・デイ、等が挙げられる。また、オークランドは、 特徴のある政治的な都市であり1966年には、黒人民族主義運動、黒人解放闘争を展開していた急進的な政治組織である、ブラックパンサー等が結成された地でもある。オークランドの治安は良いとは言えない状況である。特に、ウェストオークランド地区での治安が悪化している。1960年代終わりから1970年代の終わりにかけて、 オークランドの犯罪発生率は急上昇し、人口に比率した、犯罪発生率は、ニューヨークやサンフランシスコの2倍に達した。犯罪は1980年代にもエスカレートを、続け、1990年代と2000年代においても、オークランドは常に、米国で最も危険な大都市の一つとして知られている。今日も治安は、オークランドの最も深刻な課題であり、悪化した治安により、 市民や市警察、及びその他の米エリアの都市の住民に危険な都市として位置づけられている。最悪の1992年には殺人事件が175回起きており、人口10万人以上の都市としては全米で再開から13番目にランクした。120件の殺人が発生した2007年にはカリフォルニア州においてコンプンとリッチモンドの後に続き、 殺人事件数では再開から3番目にランクしたが、凶悪な他の犯罪を含めると、同州最悪の治安であると言える。北には州都サクラメント、南にシリコンバレー、西にサンフランシスコ、東にもコースト山脈を隔てて、セントラルバレーの各都市があり、オークランドはそれらの都市につながる道路や鉄道が中、する交通の要衝である。物流の面でも、 アジアからの輸入品などを陸揚げするオークランド港があって重要な場所になっている。また周辺はサンフランシスコやサクラメントに職場がある人々の居住地域でもある。ニュージャージー州を起点とする週間高速道路80号線が市の北部を通りベイブリッジでサンフランシスコ湾を渡り終点のサンフランシスコへつながる。ベイブリッジを オークランド側からサンフランシスコに渡る際は通行量がかかる。ベイブリッジのすぐ東側にはマッカサーメイズと呼ばれる大規なジャンクションがあり、そこで80号線は580号線、880号線と接続している。その他市内を通るフリーウェイには、週間高速道路980号線、修道24号線、修道13号線がある。 1989年のロマプリータ地震では、ウェストオークランドを通る二層構造の880号線が倒壊し、ベイブリッジも一部崩落した。880号線は、その後元は、オークランド駅があったところを通るルートに変更て、再建された。2007年には、マッカーサーメイズで大量のガソリンを積んだタンクローリーが点灯して火災になり、 その熱で上を通るランプが崩壊した。このランプが使えなくなったことで、サンフランシスコとの間の交通に大きな支障が生じ、再建工事は異例の速さで行われた。この事故の様子を撮影した映像は日本でもテレビ番組でたびたび放映されいる。かつてはキーシステムなどの路面電車やサクラメントノーザン電鉄などのインターアーバンも、 運行されていたがこれらはすべて廃止となり、一部はバートやエイジトランジットの場に置き換えられた。市内にはバートの駅が8つあり、対岸のサンフランシスコを含むベエリアを広範囲に結んでいる。ダウンタウンからサンフランシスコの中心部までバートの所要時間は10、数分である。市内には2つのアムトラックの駅がある。オークランド、ジャックロンドンスクエア駅には、 キャピトルコリドー、サン・ホアーキン、コーストスターライトの3列車が、オークランド・コロシアム駅には、キャピトルコリドーが乗り入れている。コロシアム駅ではバートへの乗り換えが可能である。かつてアムトラックのオークランド駅は、ウェスト・オークランドの16番通り駅だったが、1989年のロマ・プリータ地震でこの駅は、大きな被害を受けた。 そのため代わりの駅として1993年に16番通り駅の北 3km のところにエメリービル駅が作られた。そして1994年に16番通り駅は廃止されてカリフォルニアゼファーの終着、始発駅とサンフランシスコへの連絡バスの発着駅はエメリービル駅へ移った。その後旧駅の敷地の一部は 地震で倒壊した、週刊高速道路880号線を、新しいルートで検する際に利用されることになる。さらに1995年には、新しいオークランド駅として、旧駅から南 5km のところに、オークランド、ジャックロンドンスクエア駅が開業し、カリフォルニアゼファーの運転区間もこの駅まで伸びたが、車両基地との位置関係から安全上問題があり、 結局1997年に終着、始発駅はエメリービル駅に戻った。オークランド周辺でアムトラックが利用している線路はユニオンパシフィック鉄道のものでオークランド港に着いたコンテナを運ぶ貨物列車が多く列車密度はかなり高い。AC トランジットのバスが近隣都市と市内をつないでいる。市中心部から南ートルに オークランド国際空港がある。国内線を中心に運行され、国際線の多いサンフランシスコ国際空港を補完する役割も持つ。サウスウェスト航空が1989年から運行しており、準ハブ空港として設定している。バートのコロシアム駅からエアーバートと呼ばれるバスが運行されている。鉄道貨物ターミナルと連携したオークランド港があり、 コンテナターミナルとして世界的に有名である。岸壁に立ち並ぶ2役用の大きなクレーンは対岸のサンフランシスコからもよく見える。ジャックロンドンスクエアからはサンフランシスコのフェリービルディングまでフェリーが運行されており主に通勤用として利用されている。MLB のオークランドアスレチックス、NFL のオークランドレーダーズ、NBA のゴールデンステートウォリアーズと北米4。 大プロスポーツリーグのうち3つのチームがフランチャイズとする。アスレチックスとレイダーズはリングセントラルコロシアムを共用し、ウォリアーズはその隣にあるオラクルアリーナを本拠地として使用している。ウォリアーズの地域名となっているゴールデンステートはカリフォルニア州の愛称である。なお、ウォリアーズは2019年にサンフランシスコへ、レイダーズは2019年シーズンを最後に ネバ州ラスベガスへそれぞれ移転予定である。オークランドはシスターシティーズインターナショナルによって指定された7つの姉妹都市を有している。1962年10月13日、福岡市と姉妹都市提携を結んだ。その後、福岡市とは交換教育プログラムなどを通して交流を深めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。